こんにちは、谷口光俊です。いつも私の動画をご覧いただきましてありがとうございます。今日は免疫力を高める一番いい方法をお伝えします。それはセルフお灸です。セルフお灸というのはセルフですから自分でやるってことですね。自分でお灸する、ペッてつけるってことですね。あなたはお灸と聞くとどんなものを想像されるでしょうか。多くの人が想像するお灸というのはこんなんですよね。こんなやつで、ね、ここにこう火をねつけてゴーってやって煙がおーっと こんな感じですよね。まあ悪いことをしたらこういうことやられますね。まあこれは確かに一番効くんですよ、うん、こう直接やってかなり熱いってやつですね。でも今はもう時代も変わってあんまり熱いっていうのは、まあ、好まれない、まあ、熱すぎるっていうかな、それはあまり好まれないので、まあ、ほんのり熱いってぐらいがまあ OK というふうになってます。でそこで今一番よく使われているのが千年灸というのがありますね。まあ、あれは確かにいいです。で使いやすいですし、で香りもいいですからよく多くの方が使われてますし、今それをこうねやり方を教えるというのもありましたし、以前は NHK でもお灸の番組というのがあって、おおいいなと思って見ていたんですが、まあ、千年灸確かにいいんですけども、やはりもうちょっとですね、熱さが欲しいなということで、私がおすすめしているのはこの釜闇煮ってやつです。別に何もここからお金もらってるわけではないんですけど、実際自分自身も治療とかしてる時に使ってるのはこの釜闇煮の方をよく使っていました。で実際はどんなのかというとこんな感じですね。まあこういう感じです、ちょっとそこでは見えないと思うんで写真でお見せしたいと思います。これですね、こういう感じです。でここにはこのたくさんの小さなものがたくさんあると思うんですけども、それをまあ一つ取り出してみましょう。これですね、こんなのです。でこれですね、はい、まあ、見ていただくように上の方に小さな穴が入っています。そして裏側ですね、裏側にちょっとこう隙間があるんですけども、でこれをこの最初に見てもらいましたここの、まあ、開いたところにこういうのがあるんですね。まあこれがこれですけど、ここにこの空いてる方の空間のある方の釜闇にお灸をこう乗せてグッと押すんですね。これですね、こうやって押します。すると先っちょがこう出てくるわけですね。こうやってね、これ出てくるわけです。はい、そうです、出てきます。でそしてこの下のところにこう糊があります。でこれをこうちょいちょいちょいとこう濡らすんですね。で濡らして、そして、こうやって置くということになります。でここで火をつけるときはどうするのかというと、このままライターでやるっていうのもあるんですが、まあ、ちょっと怖いんですよね。だからくっつける前にこうやってライターで火をつけて、そして乗せるということになります。まあ、約5分ぐらいです。途中であちちちちってなってくるんですけども、で消えたら、まあ、熱くなくなったら終わりということになります。でそして今度はそれを取って、まあこういう瓶にねこうちょっと入れて、まあ、火が消えて、まあ、問題ないですけど、一応ちょっとねピッとコツ入れて、必ず完全に消すということをしてください。これを使うことによってさまざまな症状に適切なツボをチョイスして、そこにこうやっていくわけですね。これも一つの鍼灸治療の一つです。鍼灸治療というのは鍼灸師ですね、国家資格を持った鍼灸師しかできないんですけども、これはセルフですからご自身でやってもらうということですね。もしくはご家族にやるということです。これを誰かにやってお金をいただくとか対価をいただくとかですね。でまた他人の方にやるというのはダメですけども、
まあ、でも自分でやったりとかね、ご家族でやるというのは全然問題ないです。なのでこのセルフお灸というのをぜひ活用していただきたいと思います。それではどこにお灸をするのかっていうことなんですが、2箇所やります。一つは腹部、そしてもう一つは背部。まあ、腹部というのはお腹ですね。お腹にある中間、天枢、気海というツボにお灸します。背部では心中、肺油、肝油、腎油というツボにお灸します。これらはすべて気の流れを良くする、結果免疫力を高めるというツボですね。ここに対してお灸をやっていきましょう。まず場所なんですけども、最初の中間、中間というのはみぞおちとおへそのちょうど中間にあります。そして正中線上にあります。これが中間です。次に天枢、天枢はおへそ、おへそのことを塞というんですが、塞の両外方ですねに二寸、両方二つあります。二寸というのは指三本分です。まあ、これは私じゃなくてあなたの指三本分、おへその横三本分、真ん中におへそがあったらこの向こうに三本、こちらに三本ですね。そこに天枢というツボがあります。そして次は気海、気海は正中線上にあっておへその下一寸五分に気海というツボがあります。腹部ではこの3つにお灸をします。背部は心中、肺油、肝油、腎油です。心中というのは背中のこう骨がありますね。じゃあドクロお願いします。はい、いただきました。はい、ありがとうございます。心中はこの胸椎、これ胸椎ですね、胸椎の1、2、3、これが頸椎で1、2、3、4、5、6、7でね、これ胸椎、そして1、2、3番あるんですけども、この3番胸椎棘突起と第4腰椎棘突起の間ですね、ここに心中というツボがあります。これはチリケとも呼ばれています。まあ、よく使われるツボですね。風邪をひくとかですね、まあ、そんな時にこうよく使ったりします。そして次、肺油、肺油というのはこの1、2、3、4と間、この心中の外方一寸五分、こちら一寸五分、こちら一寸五分、一寸五分というのはこう指この間ですね、この幅が一寸で、このこれともう一個この半分ということですね、これが一寸五分ということになります。そこに肺油というツボがあります。で次は肝油、肝油というのは今度は9番10番ですね、9番10番の極と胸椎の極と気、1、2、3、4、5、6、7、8、9番、9番と10番の極と気の外方一寸五分、こっちもこっちもあります。これが肝油、9番ですね。そして今度腎油は第2、第3腰椎、極突起ですねの間、外方一寸五分になります。これが5番になりますね。第5腰椎極突起、5、4、3、2ですね。だから2番と3番の腰椎の極突起の間の外方一寸五分、ここが腎油というツボがあります。これらのツボに対して鎌やミニを使ってお灸をやってみましょう。では腹部のお灸やっていきます。まずは中間、中間はみぞおちとおへそのちょうど中間ですね、ここになります。もう感じているんですか？いいことです。はい、みぞおちと
へその中間、こうですね、正中線上ですね、ここが中間。そして点数はおへそから外方2寸ですね、2寸というのは指3本分ぐらいですね、この辺り、おへその横、ここですね、こっちもだいたいこの辺り。そして、次は機械、おへそ1寸5分下ですね、この辺り。いいですね、ここがチリチリと焼けたら楽しそうですね。はい、いきます。じゃあもういきますよ。こうですね、こんな感じです。浮かせて、こうですね、浮かせて湿らせてます、湿らせました。OK です。はい、終わりましたんで撮ります。はい、これが腹部のセルフお灸です。まあお腹はね、結構自分でもできないことはないのでやってみてください。それではまずはツボの位置を取ってみます。まあやる前に簡単にこう消毒します。この消毒はよく使ってるんですけど、まあこれですね、これで十分です。そしてこれはまた後から使います。こういうシャーレみたいなね、こういうところにこう使って置いといて、そしてここにピチョッとつけて湿らせて貼るというふうに使うことがよくあります。まあ、本来はこういうことしませんけども、分かりやすいように、ね、ペンでピッピッとつけていきたいと思います。まず心中3番ですね、3番第3胸椎、3番第4腰胸椎の棘突起の間です。肩甲棘があります。この結んだ線がだいたい3番ぐらいでポコッと出てますから、この間、これが心中ちょっとで、この一寸五分というのは指1本ですね。そしてその半分ぐらいです、この辺りですね、これぐらい、これぐらいですね。これが心中、そして肺油となります。次は肝油、肝油というのは9番、ちょうどこの肩甲骨の下あたりですね、これ結んだあたり、だいたい7番ぐらいになります。これ7番、8番、9番ぐらいですね。で9番10番の間、ここから一寸五分、この辺り、こういうところですね。これが肝油になります。次は腎油、腎油は腸骨梁、腰骨の上の線、ここをこう結んだ線がちょうど4番5番の間になります。なので4番5番ですね。でこれ4番ですから、この上3番ね、でもう一つ上2番3番、ここですね、この一寸五分、ここ、これが腎油です。ではここに今からお灸をやっていきます。こうですね、釜やミニ、まず一つ取ります。そしてここにありますね、このチョボ、チョボにピュッと押します。出ますね、こうですね。でこれを手に取ります。そしてさっき見ていただいたシャーレに置いた消毒のタオル、こっちょんとつけます。そしてライターで火をつけます。
きました。これでまず真鍮ちょいっと、で続けてやっていきます。こうですね。ではもう順番にいきます。どうですか、暖かくなってきましたか。うん、はい、はい、極楽ですか。うん、いや、ちょっと暑いけど、はい、極楽ですね。よかったです。はい、じゃあ終わりましたんで、取っていきます。ね、ちょっと赤くなってますね。こういう感じになれればいいです。これで背中の背部輸血のお灸は終わりました。まあセルフお灸と言ってますけど、ちょっとねここは自分ではさすがにできませんので、まあ、パートナーの方とかご家族でやっていただければと思います。いかがでしたか。今日は免疫力を上げるためのセルフお灸をお伝えしました。まあ、お灸をねやったことがないという人はちょっと怖いかもしれませんが、本当に効果てきめんです。もちろんこれだけでは免疫力を高めることはできないですから、さまざまなものが必要ですね。まあ、私がいつも言っているのは睡眠、食事ですね、食事腹八分目、そして、軽い運動、そして体を温めること、手洗い、うがい、最後がこのセルフお灸ですね。これをこうトータルでやることによって自分の免疫力を高めることができるわけですね。ぜひあなたもセルフお灸を活用して免疫力を高めてください。今日お話したことをさらに理解してもらうための関連動画もご用意していますので、そちらもぜひ合わせてご覧になってください。これからもこのような情報をガンガンアップしていきたいと思うので、またの方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の投稿が役に立ったなという方はプチッといいねをよろしくお願いします。それでは最後までご覧いただきありがとうございました。それではまた。